Camera, audio, games, cinema. Xperia's flagship series has always been designed to deliver performance advancements that maximize the creativity of the user and includes numerous devices that allow you to enjoy content to the fullest and in the highest quality. These advancements are realized simultaneously with our development concept for battery technology, which is to have users to use their favorite Xperia for as long as possible. 一般的にスマートフォンの買い替えサイクルは年々伸びているため、我々開発チームでは長期間にわたり常に高い電池性能を維持し続けられることをお客様に約束するというチャレンジを行いました。具体的には3年使っていただいても電池性能が劣化しにくいという長寿命性能を実現しています。そのためには1日の電池持ち性能を強化するだけでなく、長期使用による電池劣化を抑制する性能の開発も必要となります。大容量かつ薄さ、コンパクトさを実現するために、業界トップクラスのエネルギー密度を実現する小型化電池技術を開発しました。加えて、電池劣化を抑制し、長寿命を実現する充電制御技術を開発しました。性能進化と長時間使用の両立には、電池の大容量化が必要になります。Xperia One Mark III では、Xperia 史上最高のエネルギー密度の実現に成功しました。これにより、ボディのコンパクトさを維持しながら、大容量電池の搭載を可能としました。しかし、エネルギー密度を高くすることにより、1日あたり使用できる容量は増えますが、電池の長寿命性能を引き出すことが難しくなります。また、急速充電性能に対しても、ただ充電を早めるだけでは、電池自体の劣化を早めることにつながります。特許を取得した充電制御技術により、高いエネルギー密度や30分で 50% までの充電を可能とする急速充電性能を維持しながらも、劣化を抑える長寿命性能を実現しています。Xperia で採用している2つの充電制御技術について紹介します。1つ目は充電最適化技術です。これは電池を充電する電流と電圧をきめ細かく制御しています。そのために電池の充電レベル、温度、頻度、そして充電積算時間などを常時モニターし制御します。この制御により電池の劣化を抑えることと充電速度を両立させています。例えば高温状態での急速充電は電池の寿命を縮める要因になるため一時的に速度を緩めるなどの制御を行っています。そしてこれらは Xperia が自動で最適な制御をするためお客様は意識せずに常に電池に優しい充電が行われます。2つ目はいたわり充電機能です。一般的に電池は 100% 充電付近に長い時間留めておくと劣化の原因になります。いたわり充電はこれを抑止するための機能です。いたわり充電にはお客様が選択できる3つのモードがあります。自動モードでは睡眠中などお客様が長時間充電器に挿している時間帯のパターンを AI が学びます。充電中は 90% 程度に留めた上で充電器から外す直前に 100% まで充電する機能です。充電パターンが一定でなかったりお客様ご自身で充電完了の時間を指定していただける方には手動モードをご使用いただくことでご指定の時間にいたわり充電を行うことも可能です。またさらにいたわりたい方のために常時モードとして最大充電容量をあえて 90% または 80% にとどめたままにする機能もご用意いたしました。いずれのモードでも通知にあるボタンをタップしていただくことにより今日だけはすぐに 100% 充電したいという場合にも簡単に切り替えることができます。これを活用することで利便性を保ちながらより一層電池を長持ちさせていただけると思いご用意しておりますのでぜひご活用ください。スマートフォンの使い方は人によって様々です。どんな国でどんな使い方をされているのかを分析し全てのお客様に長持ち性能を届けられるようにいくつもの条件で製品を発売する数年前から性能検証を繰り返し開発しています。検証結果から得られた多くのデータをもとに
充電の電流及び電圧を制御するパラメータに落とし込むことで、これまでにない長寿命の電池性能を引き出す充電制御技術を完成させています。我々開発チームはこの充電最適化技術と板割り充電により3年使っていただいても劣化しにくい電池性能を実現しました。これはエクスペリアを最高のパフォーマンスのまま長く使い続けてほしいという全てのエンジニアの思いが注がれています。ぜひエクスペリアを思う存分使い続けていただければと思います。